久保さんお金がないリスクってきついっすよね。まあ、今回、ニンニクの話にしましょうか。僕、ニンニク毎日摂取してるんですね。まあ、ニンニクは最強の僕薬だと思ってるんで。でこの前行ったら、僕、青森中国産のニンニクってく、もうニンニクってもう本当に面白いことに明らかに値段が違うんですよ。で中国産のニンニクがめちゃめちゃ袋で入ってクソ安いんですよね。でも僕が買ってるのは青森県産なんですよ。 で、1個190円ぐらいだったんですね。で、昨日行ったら258円になってて、1個でしょ値上がってたぞ、みたいなね <laughs>。だけど僕は買えます。うん。あのー、それは買える資金利はあるんで、258円を買える資金利はまあ一応あるので、まあ、あのニンニク買い,買います。あの、250円でも、多分ね、300円でも買えますね。まあ、500円になったらちょっと考えるかな。1個500円だったら、ニンニク。 うん、まあ1個500円はちょっと考えますねでもまあ250円ぐらいだと全然余裕ではないですけど、まあ、50, 円の50円頑張ればいいだけじゃないですか <laughs> だからまあ見ればニンニク本当面白いんですけどおかしいっすよね <laughs> その開きがこんなに袋で入ってるのに200円とか300円でこれ青森県産の、ね、に日本国産のやつ 1>, 1個で200円超えてくるんですよ。これどう思います <laughs> それはなんでそんなに差があるんでしょうかそれは分かりますよね。大量の、あれじゃないですか。だって輸入もしてるし、まあ、絶対,対応の大量の農薬使ってますよね。<laughs> めちゃくちゃ大量の,農薬,の農薬使って大量生産してんじゃないかなみたいな。で腐らせないようにしてるし。だから農薬まみれのニンニク食うのか、 あまあ農薬青森も使ってるかもしんないですけどあのどっち食うのかじゃないですか、うん、僕はもう中国産のニンニク絶対買わないですねこれはまあも,もう見て誰が見てもなんか質が明らかかなって分かると思うんで <laughs> あれスーパー行った時見てほしいですね中国産のニンニクの量と値段と1個の青森県産のニンニク <laughs> そうだからお金がまあやっぱあると そこを選択でできるわけじゃないですかうんだから、久保さんの言うとおり、何よりかはあったほうがいろいろリスク回避できるよと。だから、堀江さんも結局、その、まあ、久保さんも言ってましたけど、なんで車乗らなくてもホテル生活とかでも、まあ、できるのかっていうと、お金があるからじゃないですか。お金があるからそれを選択できるだあって、お金がなかったら無理ですよ。 うんだからリスク回避っていうのも、まあ、保険とかもそうですよね、実際僕あの、一時期、車の任意保険入ってなかったんですよ、お金ないとき、お金ないときに任意保険入ってないですよで、お金なかったらその保険入れないじゃないですか、どうすか、まあ、任意なんでやったあれ入らなくてもいいわけじゃないですか、まあ、自賠責は入ってるわけですし、ただ任意入ってなくて、事故ったときに、まあ、すごいことになりますよね、まあ、あれ、お金なかあるからこそ、そのリスクを回避できますよね。 だからこ,この前はその親父に車買った父まも、まあ親父まあ、僕がお金払ったんですけど、親父名義の保険なんですよね。で、その親父の保険見ると、なんか7万ぐらい払ってたんですよ。高えなみたいな。で、僕、契約したんですけど、結局、親父が払ってた保険料より高が十一万年間11万ぐらいですね、車両保険入れて、まあ、車両保険が、まあ、軽自動車と違って、まあ、それ高いですよね、BM なんで。 年間11万で、まあ、僕が契約したのが、三井住友会場だったかな。三井住友会場3年縛りがあるんですけど、だから30何万ですよ。そう、1年1回のクレジット分割。分割って1年1回払いだけど、3年契約みたいなのね。30万です。35万か、ぐらい。車両保険入れて。高いですね。でも、それ入ってなかったら、リスクあるわけじゃないですか。車両保険に入ってなかったら、自分で事故った場合、自分で直さないといけないし。 うん、なんかお金がないとそのリスクリバーサルも、まあ、身近なところでもいっぱいありますよね。ど,どうですかね。うん、だからお金がないっていうことが一番リスクなんじゃないですかね、うん。だからなんだろうな。もちろんお金がなくても生きていくことはできるし、生活保護とかもあるし、その別に生きていくことはできるけども、何よりあった方がいいんじゃないっていう。シンプルに <laughs>。 だだあれば、それは選択できるわけじゃないですか。ニンニクの話に戻すと。ね、農薬まみれのにんにくを買うのか、ちょっと高いけど、国産の青森産の買うのか、その選択ができるわけですよ。ちょっとの差ですよ、でも。まあ、ちょっとの差っていうか、ニンニクはまあまあちょっと差はあるんですけど、でも数百円の差ですよ。でもその数百円の差が切りつ、お金がない人は切り詰めて、そっちを買わないといけないってことですよね。だからオリーブオイルに関しても、久保さんが言ってましたけど、まあ高いですよと。 だけど高いって言っても、ぶっちゃけ言うと、じゃあ1万円ぐらい、ね、高いのかっていうと、多分そうではないですよ。多分数百円の差なんですよ。で、この数百円の差が、埋められるか埋められないかって大事だと思うんですね。多くの人はなんでこの数百円の差を埋められないかっていうと、給料をもらう生活しかしてないから、もうアッパー、収入のアッパーがあるので、その収入のアッパーの中でやりくりしないといけないんで、 選択が狭まれるわけですよ。でもこれ自分でビジネスをすると別に収入のアッパーはないわけですしあとは自分でビジネスするとその数百円の差をどう埋めるかどう稼ぐかっていうことを考えてるので僕はね。なので別に問題ないですよ。逆に言うとその数百円の差を出すことによってどう稼ごうかなっていう思考になってそれ以上の利益を生み出すことができます。 まあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、お金がない方がリスクが高いんじゃないかなと思いますね。はい。いってらっしゃい。